で階段を作って、計4階の階段を進めようとしています。これまでになかったことなんですけど、北朝鮮の外交トップがそれに実は前向きになっています。実は少しずつ変わってきています。今まで諦めてたかもしれないこの北朝鮮の拉致問題、異政府が一生懸命になれば山は動きます。そして日本は自由民主主義国家であります。国民一人の声が、お一人お一人の声が同胞を取り戻すという強い意志が国を動かす、世界を動かすことができます。北朝鮮という国は私たちにとってはよくわからない、よく見えない国かもしれません。でもそこに同じ日本国民の家族がいるかもしれない。その家族を取り戻すために皆さんが声を上げていただきたい。外交や安全保障というものは政府の偉い人が決めることではありません。政治家に皆さんの声を届けて動かすことで私たちが決めることができます。本当に半世紀前に拉致の問題があったときになかなか動けなかった。なぜか、日本には憲法があります。憲法を放棄する憲法があります。二度と日本は侵略戦争を起こしてはいけません。二度とあのような数の過ちを起こさせてはいけません。でも大事な憲法には実は足りないことがあります。国民を守るための規定はほとんどないんです。そのために家族が奪われても取り戻すことができない、家族の平和が侵害されてもそれを国を挙げて外国に対して強く出ることができないんです。守る規定がないから、国民の命を守る規定がない。憲法というものは皆さんからすれば遠いかもしれない。でも憲法を決めるのは国民一人一人の意志であり、家族を守りたい、恋人を守りたい、大切な人を守りたいという純粋な思い、それを形にするだけで国の法律も憲法も変わります。ですから皆様の力を貸していただきたいんです。今日は自由民主党広島県連青年局一同こうして立たせていただいております。皆様の声を一緒に形にしたい、その思い、皆様の力をお借りしたい、その思いだけではあります。どうかそうしたこの本当に純粋に家族を持つことを、こうしてですね、今パンフレットに配っていただいてます。ポスターを皆さんに貸していただく、この話を広めていただく、これだけでもいいです。どうかお願いでございます。皆様の力を貸してください。長くご時間をお取りしました。本当に足を止めていただいて聞いていただいて本当にありがとうございました。どうか引き続き皆様よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。西田秀則さん、ありがとうございました。次に自民党本部の青年局議長を務めております石橋凛太郎衆議院議員からのお話をください。よろしくお願いいたします。ご通行中の皆さん、その3、こんにちは。自由民主党で衆議院議員をさせていただいております石橋凛太郎と申します。今日は自由民主党広島県支部連合会の青年局青年部、若い世代のみんなで、若い世代のみんなで拉致問題の解決を皆様にお伝えをさせていただきたい、その思いでこの緑井駅前にやってまいりました。拉致問題、北朝鮮による日本人の拉致問題が発生してもう半世紀が経ったというふうに言われています。今多くの日本国民の皆さんはこの拉致問題について認識はしていらっしゃると思いますけども、実は年々若い世代の皆さんからは認識が少しずつ薄れていってしまっています。拉致問題というのは北朝鮮という国家が一人ずつで日本人を拉致をしたという絶対に許すことができない犯罪であります。しかもこの犯罪は今なお現在進行形であります。私たちは一刻も早く
の1年生、今日は皆様とこの問題について少し考える時間を持ちたいというふうに思っています。今緑駅の前では日本国政府が作った北朝鮮の拉致問題のパンフレットも配りをしておりますので、どうか駅前にお越しの際にはパンフレットもお手に取っていただきたいと思います。拉致問題がなぜこの50年間再検討されることがなかったのか考えてみれば、国家が国民の命や生命や財産を守れていない異常な事態がこの50年続いているというふうに理解でもいいのだと思います。一つ大きな理由は私たちの国の憲法であります。日本国憲法には日本の自衛隊が海外に出て行って国民を守る、北朝鮮に拉致をされた国民を奪い返す、そのことを認める規定が残念ながらありません。憲法の不備によって今こうして私たちが青空の下で沖縄を歩けるこの瞬間も、多くの日本人が北朝鮮の中で故郷を思い辛い思いをしていらしたのではないかと思うと、憲法の改正にもしっかりと取り組んでいかなければならないと意を強くするところであります。また横田めぐみさん拉致被害者の中でも特にその場合を知られたことがあると思います。広島市で小学校時代を過ごされた横田さんは新潟で拉致をされてしまいました。1977年横田さんが拉致をされてから、めぐみさんが拉致をされてから今年でも46年であります。実は私が今45歳でありまして、私が生まれたこの前年にめぐみさんは拉致をされた。そしてこの46年間ずっとご両親と離されて故郷である日本から離れた地でどんな思いをして過ごされたのかと思うと、本当にいても立ってもいられない思いであります。その他の被害者の皆様も同じ思いを、辛い思いをおそらくしていらっしゃる。拉致被害者の皆さんを取り戻すために何が必要なのか、先ほど申し上げたような憲法や法律の規定も必要です。しかし一番大切なのは私たち日本人の意思表示だというふうに思います。それは我が国の政府に対して日本国民がこの拉致問題の解決を強く望んでいる、拉致問題という犯罪を絶対に許さないんだという意思表示を強く政府に示していく、それも必要でありますし、同時に北朝鮮という国に対して私たち日本国民はこの拉致問題を絶対に許さない、どんなに時間が経とうとも、どんなに困難が伴うとも、絶対に拉致された日本人を取り返してみせるんだという、そうした強い意思表示を私たちがしていくことこそが肝心であろうというふうに思います。拉致被害者を救うんだという意思表示をするためのブルーリボンというバッジがあります。今日私たちもそのブルーリボンを胸につけて街頭活動をさせていただいておりますけれども、このブルーリボンは今日のような青空、日本から北朝鮮の空まで続いているその青空を思い起こされるブルーリボンだというふうに言われています。また日本から北朝鮮までつながっている海、それを象徴するブルーリボンだとも言われています。この海の果てに、この空の向こうに今も誘拐をされて拉致をされてそのまま死んでしまっている日本国民がいる、その状態を一日も早く打開するためには私たち日本人一人一人の意思表示が必要であります。なかなか詳しく拉致問題について理解する機会は少ないかもしれません。今日配られているパンフレットもぜひ手に取っていただければと思いますし、インターネットでアニメめぐみと入れてみてください。政府が作った横田めぐみさんの拉致に関するアニメが無料でアップロードされています。日本語だけではない、英語や
漢字語やその他の言語にも翻訳もされています。どうかお父さんお母さんいらっしゃったら大御さんさんと一緒にこのアニメ恵みを見ていただきたいと思いますし、お知り合いに日本以外の外国の方がいらっしゃればぜひその方の言葉でこのアニメ恵みを見て願いてもらいたいと思います。そうした私たちの日常の中でも小さな積み重ねがきっと大きなうねりを作り出すことになります。こうして今日ここで私たち自民党の青年局が拉致問題のことを訴えること、これも本当に小さな一歩です。しかし私たちはこの小さな一歩をこれからもしっかりと積み重ねていきたい、そのように思っています。この歩みを止めてしまっては私たちのような小さな歩みであっても拉致問題を一人でも多くの方に思い出していただいて、そして拉致問題を絶対に解決するんだという思いをそこにしていただいて、その私たちの思いこそが日本国政府を動かして、そして拉致問題の解決に導くものだというふうに、ここから私たちはこの活動をやめることなく皆様にお伝えを共有をさせていただきたい、し続けさせていただきたいと思います。北朝鮮は先般もミサイルを我が国の方向に向かって飛ばしました。昨年1年間これまで以上に多くのミサイルを飛ばし、今年に入ってもその動きはやむところを知りません。相手が力で来るからこちらも力で押し返すというだけではなかなか平和を訪れない。しかしながら相手が力で来るならばこちらも力を示すんだという意思表示をしていかなければなりません。その意思表示がないからこそ私たちの方法は拉致をされたままであります。私たちがしっかりと日本人として日本の国を守り、日本人として同胞の命を、生命を、財産を守ることができる、そうした国づくりに向けて共に思いをさせていきたいなというふうに心から思うところであります。今日は緑井駅前で多くの皆様にこの場をお借りしまして、多くの皆様に北朝鮮の拉致問題についてお伝えをさせていただいております。どうかパンフレットを手に取っていただきまして、北朝鮮の拉致問題について少しパンフレットを眺めてみてください。今日この瞬間にも当時中学生だった女の子や当時まだまだ若い20代だった男性女性が拉致をされて、ぜひパンフレットを読んでみてください。ありがとうございます。今も一人いきなり若い男の子が頑張ってくださいと声をかけてくれました。彼らがこれから日本を作っていきますし、私たちも彼らにしっかりと日本をつないでいかなければならない。その中で絶対に解決をしないといけない問題の一つが、その北朝鮮による拉致問題であります。現在の進行形の人権侵害でもあり、現在進行形の主権を侵害している犯罪でもあり、北朝鮮による拉致問題を絶対に私たちは許さない。その意思表示をどうか、この緑駅前を通行中の皆さん、藤木蘭で通行中の皆さんの思いを共にしていただければ、こんなに心強いことはありません。私たち自由民主党青年部青年局は、45歳以下で組織をする若い世代の人間たちであります。これからの日本をしっかりと皆様と共に作り上げていくために、今日はこの場をお借りして、拉致問題のことについて、会場演説をさせていただいております。北朝鮮による拉致問題を絶対に許さない。拉致された被害者の皆さんを絶対に取り返したい。このことを皆様と共に、日本国の政府に対し、強く申し上げていくことを、そして私たちが、拉致問題を絶対に許さないんだということを、皆様にこれからもお伝えをし続けることを最後に申し上げまして、街頭演説で私からのスピーチをさせていただきたいと思います。本日は緑駅前街頭を開始しましてお騒がせをいたしました。どうか皆さん、北朝鮮による拉致問題を絶対に絶対に許さないんだという思いを共有をしていただきまして、私たちの次の世代、その時には日本がもっと今よりもっと安心で安全な国家であることができるように、ここに歩ませていただきたいと思います。ご清聴誠にありがとうございました。お待たせいたしました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます、石橋凛太郎衆議院議員、ありがとうございました。
緑井駅前の皆様方には大変お騒がせをいたしましたけれども、多くの皆様方に耳を傾けていただき心より、感謝をいたします。自民党広島県連青年局は若い力で皆さんと一緒に広島県に住んでよかったと思える街づくりのために引き続き頑張ってまいります。今日も、自民党広島県連の青年局の仲間たちと一緒に活動をさせていただきました。これで自民党青年局全国一斉代表行動を終わらせていただきます。大変皆様方ご協力いただきまして心より感謝を申し上げます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくやる朝南区区民の皆さん、衛生政治家の方言霊職に騙されてはなりません。皆さん、公職選挙違反、起訴猶予、絶対に許さないんだ、その決意を固めてください。今まで既存の政治家たちは一体私たちに何を与えてくれたでしょうか。石橋凛太郎、公職選挙法違反、起訴猶予、いまだに説明を有権者にしておりません。このようなものの言葉を私たちは信じるわけにはいかない。この力があなた方有権者にあるということを忘れないでください。河合克行、その他の国賊政治家が今まで私たち地域の住民をないがしろにし、そして税金を食い物にし、私腹を肥やしてきたことは間違いない事実でございます。そのことに対してあなた方有権者に真摯に面と向かってその説明責任を果たしたでありましょうか。少なくとも安佐南区石橋凛太郎は未だにこの公職選挙法違反起訴猶予に対し説明責任はない。有権者の権利を踏みにじり冒涜するこの行為を放置されているこの国政の状態、皆さんありえないと思いませんか。しかしながらなぜこの状態が継続しているか。立法するべき国会でこのことに対して議論をさせない、このようなことを議題に載せない、これが諸悪の根源。ただいま今日未だに国賊政治家どもが公職選挙法違反起訴猶予というもの、広島地検から書類をいただいているにもかかわらず何ら反省もしない。今ほど私たちは公職選挙法こそ守るべき私たちの魂の根源ではないか、そのことを声に出して訴えるべきではないでしょうか。しかしながら自らが公職選挙法違反起訴猶予という書面を広島地方裁判所検事から書類を受理しているにもかかわらず何ら説明をしない、そしてこのことに対ししっかりと捜査のメスを入れていかない、このような広島県警の現状を私たちは打開していかなければならないのではないでしょうか。見てください、あの正義を語る衛生政治家の後ろ姿を、自らの
ません。じゃあ明日借りますんで。はい、お願いします。主義主張は垂れ流し一方通行で、国民の意見を聞かない、地域住民との対話もできない、このような人物が国会議員としての責務を、有権者である私たちの代弁をしてくれるはずがありません。その証拠に、これまで数年間、いや数十年間というものを、岸田文雄の政治によって私たちにどのような恩恵が与えられたでしょうか。一部の特権階級だけに利権が回っていた、言ってみれば犯罪組織のマネーロンダリングに他ならないのでございます。皆さん、胸に手を当てて自分の気持ちに正直に考えてください。未来ある青少年のため、 G7 サミットのため、私たちは、宇品の人は、多くの地域住民は交通を遮断され、学校は休止され、そして通行の妨害を行われ、憲法にいうところの移動の自由さえも、自らの利権のために、心身心中私腹を肥やすために私物化したのでございます。 G7 が終わってから、あなた方の懐に5万円、10万円、50万円入ってきましたが、何百兆円という経済利益は、あなた方の懐には1円も入ってこない。この事実と自分の良心と向かい合ってみてください。もうこれ以上、衛生政治や岸田文雄、石橋凛太郎、この地域を託すわけにはいかない、この国を託すわけにはいかない。小さな一歩が今までの時代を築いてきたんです。小さな一歩が大きな一歩、やがて社会変革に変わってくる、その時が来る、その根源は、私たちが自らの足元から臆せず屈せず、逃げない、負けない、投げ出さない、悪党政治家に引導を渡そうという心の中の一歩から開始されるんだということを、皆さん、もう一度、悪徳政治家を信じるんじゃない、自分たちの心の中にある正義を信じてください。良心を信じてください。常識を信じてください。そうすれば、やがてその時が来る、やがて公職選挙法違反のこの首までどっぷりと使ったこのエセジャパン、占領ジャパンというものをちゃぶ台ひっくり返して、この悪徳売国政治家に貢いでいたこの金を地域のために使っていこうではありませんか。そのために私は、このような知事でも一刀の尾を振り切ることができる、一本の矢を投げ放つことができる、この事実を証明したいがために、本日ここにおいて、わずかな時間ではございませんが、私の魂の雄たけびを有権者の皆さんにお伝えいたしました。一緒に勇気を持って行動していこうではありませんか。ご清聴ありがとうございました。衛生政治家が言っている主権は国民だというのは嘘っぱちです。今こそこの嘘っぱちの主権を私たちに取り戻そうではありませんか。ご清聴ありがとうございました。